はい、こんにちは、タカラです。昨日はもうアメリカもお休みだったということで、いまいち方向感がない、その一日になりました。重要な高安、ほとんどの通貨抜けてこなかったんじゃないですかね。ですから週末と、考え方や環境、見方、こういったのは何も変わってないですね。ただ週が変わってますんでね、週が変われば流れが変わるというのはよくある話です。ですから、先週からの流れ、環境に変化があるかどうかは見ておきたいわけですけども、最近ドルちょっと動きないですからね、ドルを中心に見ていくのは難しい。そんな中で僕はこの円の弱さに注目をしているわけですけども、では昨日はどうでしたかね。このあたりを少し触れて見ていきたいと思います。まずはドルからですかね。こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロは 1.04、 このあたりに強いサポートがあるんですかね。強い売りの流れ、日足のトレンドは出ていましたけども、これが一旦止められた形になっています。現在は調整局面を見ているわけですけども、この調整戻りが結構強いんですよね。これをどう見るかで意見は分かれてきそうで、普段なら僕はこういったレンジを見ていくんですけども、高値抜けてしまってるんですよね。レンジの高値が見えてくれば、上から売るとかね、調整のレンジを見ていくとか、そういった流れが見えてくるんですけども、高値抜けてしまってる以上は調整レンジを見ていくのが少し難しい。値幅を伴った調整という形を少し意識していかないといけないかなと。ならば売りの流れを見ている人はこういった戻り売りを見ていくことになるわけですけども、この値幅を伴った調整の形が見えてくると、新たなトレンドが出てくる可能性も、これを頭に入れておきたいんですよね。今は僕はもうこちら優先で流れを見ていくことになるかなと。やっぱりこの戻りが強いですから、まだこの上値の重さというのが形として見えてないんですね。それが見えてくると、レンジの高値とかそういったのも見えてくるんですけども、それが見えてくるまではこの青い上昇トレンド、調整の戻りに過ぎないと思いますけどね。この調整の戻りをロングで見ていくような環境、これを見ていきたいと思ってます。ということは、ドルが弱い流れですよね。これを少し見ていくのかなと。ただドル、今年に入ってからずっと強いですから、ということはドルの一時的な調整、これをロングで見ていくということになってきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。そのためには高値を抜けていかないといけないわけですけどもね。昨日はもうアメリカも休みだったということで、ドルに方向がなかったですね。ということで、金曜日の高値、安値、こういったところを一切抜けてこなかったです。ですから、今日にも落ち越しですね。流れとしては貯金高値、一回抜けてますんで、抜けた後の押しと考えていけば、メインシナリオは高値をブレイクしていく流れを見ていこうかなと。となると、強い流れを見ていこうと思えば、昨日の安値をしっかり割り込んでしまうと、これは少ししんどい流れ、違う流れが見えてきてしまいますんでね。そういった意味でも 1.04 の60あたり、このあたりをサポート、一旦のサポートとしてロングを見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロドルもこのロング、強い流れを少し見ていこうかなと思ってるんですけども、僕はこの背景にあるのがこのユーロの強さの部分だと思うんですね。ユーロ強い、こういった流れを見ていこうと思うんであれば、むしろこのユーロドルを見ていくよりもユーロ円を見た方がいい流れが出てくるかなと。というのも、先週の動き見てても円は弱いですし、昨日なんかも円弱かったですからね。基本的には先週からいまいちまだ流れは変わっていないのかなと。円の弱さは見ていくことになるわけで、そうなると黒線というのは全体的にこう上の流れを見ていくことになります。流れを見ていこうと思えば強弱の差が必要で、円が弱いわけですから強い通貨をなんとか探したいわけですね。そんな中で、ユーロというのは一つの候補になってくると思うんですね。チャートの方を見ていけば実際も高値を抜けてきています。波の反転が起こりつつあるんですよね。しかもここ足場も1週間かけてしっかり足場も作っています。1回下を試しているというのも大きいと思いますね。底堅い動きも確認はしています。こういった流れが見えてしまうと、短期のショート勢も捕まりますからね。反発を見ていく際の十分な材料はもう揃っているのかなと。あとはもう直近高値、この辺りを目指したロングをまずは見ていくことになるかなとは思ってます。そんな中で昨日の動きですけども、大して動きはなかったですね。ただこのユーロ円、しっかり高値抜けているんですよね。動かない中でもしっかりトレンドは出ているようには思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ていくと強い流れ、高値を抜けた上昇が見えてはいますけども、少しこの調整の形も見えてくるんですかね。高値更新こそしていますけども、こう強い流れがしっかり出ているとは言えない状況。調整のレンジもある程度想定はしておきたいですね。ということは、高値安値の把握が大事になってきます。上の方では買いたくないですから、下の方から拾っていくイメージで、今日は見ていくことになるんじゃないですかね。
あとは今見てるサポートを使うのも一つの手ですかね。昨日なんかこれ4時間足見てるところへんサポート見えてますよね。これが141円の70とかそのあたりになります。まあ割れてしまってもこう波の反転までは見えてこないですけども、まあ近くに壁を置いてしまったらまあトレードはしやすくなりますから、こういった壁を利用してロングを見ていくのも悪くはないと思います。流れとしても全然ロングをまずは見たいですかね。メインシナリオは今日も高値更新。ということはどこかで買ってこの高値更新、この動きをしっかり見ていくことにはなりそうですね。はい、変わりましてこちらがポンドドル。1時間足に冷やしを重ねています。ドル絡みの通貨ということで、まあ方向が全くないですね。金曜の高安全く抜けていません。環境としては下落の流れが見えてますね。サポート割れた売りの流れ、戻りが入りましたけれども少し上値が重い状況を見えてきた。ならば戻り売りが入ってもおかしくないような環境というのは僕はもうあるとは思います。ただこの戻りが強かったわけですね。この強い戻りをどう見ていくのかがまあ大きなポイントで、こういった強い戻りが入ってしまうと、まあ戻り売りを見ているショート勢、短期ショート勢が捕まってしまいます。今も現状まだ捕まっている状況というのはあるんじゃないですかね。そうなるとやっぱり底堅い動きになりやすいですから、こういった上昇も合わせて見ていかないといけない。特に高値更新なんかが起こるところでロスカットなんかも入ってくると思いますからね。ポーンと走る場面もあるかもしれません。ポンドドルを戻り売りで見ていくんなら、この動きに要注意ですね。ただまあ個人的にはこれはもうずっと言ってますけども、ポンドというのはずっとこれ上値が重いんですよね。1.26 なんかもなかなか抜けてこなかった。ドルその中でも僕は一番こう上値が重い状況がずっと続いているように思います。そうなるとやっぱり見ていきたいのは売りということになりますけども、これがまあドル次第に今なっちゃってるんですね。ドルに売りが入ってくればまあ上がりやすい環境になってしまう。戻りが強く出てしまうかも。ただまあドルの方に買いが入ってくるんならもともとポンド弱いわけですから、強弱の差も出てきます。まあそうなったらこう売りの流れも強く出てくると思いますから、僕がこのポンドドルを触る際に見ていきたいのはドル高局面なんですよね。まあ今年ドルは強いですからね、そういった局面というのは全然まだまだ出てきそうではあるんですけども、ただ現在のドルは少しこう上値が重い状況も見えていて、今はその動きに警戒はしている状況でもあります。ですからもう分かりにくいんであればドルに決着がついてからまあその流れを追っても十分間に合うように思いますのでね、慌てないことが大事なんじゃないですかね。昨日なんてこれも高安全く抜けてこない、全然動いてないですから、この中に飛び込んでトレードしていく人はもう全くないのかなと。現状のポンドドルは今の相場とは少しまだ合っていないかなと思いますんでね、引き続きまあ様子見ということになってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンド円。1時間足に冷やしを重ねています。環境としてはポンド円も似たような環境ですかね。昨日もこれ高値更新構想してはいるんですよね。まあ円の方が弱いですからこういった動きにもまあ当然なってくるんでしょうけども、そもそもポンドはそんなに強くはない。円の方が弱い流れが出たとしても、まあ、ポンドがそんなに強くなければ強弱の差がなかなか出てこないですからね、強い流れは出にくくなってくるんじゃないかな。ただチャートの方を見ていくと強いじゃないかというふうになるんですけども、これも円が弱すぎるんですよね。単純にこの円の弱さだけを見ていくんであれば、より強い通貨は他にありますんでね、例えば弱い円に対して、強い通貨、5ドルとかユーロとか、そっちの方がまあ明らかに強いですから、そっちを見た方がいい流れになるはずなんですよね。であればまあ売りを見ていくのか、売りを見ていくには円が弱すぎます。そうなるとまあポンド円も今の環境には合ってこない。まあ、ポンド自体に買いが入ってくればこれは大きく環境も変わってきますけども、今のところそういった流れまだ見えてきていないように思いますので、であればこのポンド円を見ていくというのは少し難しいのかなと感じてしまいますね。そうなるとまあポンドドルを見てもポンド円を見ても今の環境に合ってこないと。ポンドを触ろうと思えばこの弱いポンドに対して強い通貨、まあ、そうなるとユーロとか5ドルとか、このあたりを見ていく方が面白そうではありますね。ということは、ユーロポンドとかね、ポンド王子とか、ポンドをもし触るんであればそのあたりの方が面白い動きはしていると思います。まあ、ポンドということでいい動きはもちろんあると思います。ボラの方はしっかりありますから、短期トレード、これを割り切ってやっていくんなら何も問題はない環境ではあるんですけども、トレンド流れこういったのを見ていこうと思うと今の相場は少し難しいように思いますから、そこは一歩引いて見てみてもいいんじゃないですかね。ポンドドルと同じくこのポンド円も僕はまあ様子見ということになってきそうですね。流れを見極めていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル。時間足に冷やしを重ねています。ポンドが少し難しいなと感じる反面、まあ、少しこう底堅い動きが見えてきたのが5ドルかなと思っていて、まずはこの下の大きなサポートですね。まあ、これはドルと全般も同じような環境なんですけども、下には強いサポートが見えてきたのかなと。これが 0.69 あたりですね。それまでは強い売りの流れがドンと入ったんですけども、この流れは一旦止めています。
そしてこの戻りが強かったですね、僕は最初はこういった調整を見ていくことが多いんですけども、調整を見るには高値を更新しすぎています、戻りが強いので、この戻りにまずは警戒をしていくことになりますね。この強い売りの流れを見ていれば戻り売りという環境、これも悪くはないと思うんですけども、まだこれ下に強いサポートがありますから、これを見ていく前に強い戻りが入ったこっちの流れをまず最初に見ていこうかなと思っています。最初の目標直近高値ですね、これを抜けてくるかどうかで大きく流れが変わってきそうですから、これが 0.70 の50あたり、これを一つのポイントとして見ていこうかな。今売りが入って、押しが入って流れが止まったところですから、見ていきたいのはロングかなというふうに思ってます。買っていくためにはサポートが必要ということで、昨日で一旦流れを止めてますから、日足の昨日の安値、これをバックにロングを見ていくことになりそう。割れてしまったら一旦は撤退でもいいんじゃないですかね。目標は 0.70 の50あたり、直近高値。抜けてくる流れもある程度今は見てますけども、そこまで見ていくにはまだちょっと早いかなと。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。そんな中で短期足を見ていくと、下には強いサポートですね、少しこう強い流れがありましたけども、ここの流れは一旦止められています。押しが入った状況ですね、少しこのサポートも当てますから、今は高値からの売りの流れを見ていくような状況で、金曜日この売りが強かったんですよね。5ドルをロングで見ていく際に、この売りが少し引っかかる点ではあります。なので、このトレンドが続いてしまったらもう簡単に買っていくの難しいと思いますんで、そういった意味でも昨日の日足安値、これ大きなポイントになってくるんじゃないですかね。0.69 の2030あたりになってきますけども、流れとしてはやっぱこういった流れを見ていこうかと思ってますんで、割れてしまったら一旦は出たい。ただこのあたりをバックにロングを見ていくのが今日のメインシナリオになってきそうです。最初の目標直近高値ですね。0.70 の50。このあたりを目標にしたロングを今日は見ていきたいと思います。相変わりまして、こちらが5ドル円。1時間足に日足を重ねています。5ドルの強さを見ていくんなら円弱いわけですからね、5ドル円もいい流れが出てくるはずなんですけども、今のところちょっとまだ方向がないですかね、このあたりでレンジになっています。底堅い動きは見えていますから、あとはブレイクさえしてくればという環境ではあると思いますけども、なかなかこう抜けてこないですかね、このあたりが少し5ドルの上値の重さの部分かとは思います。もうシンプルに強い流れ見えてますからね、高値抜けてくればいい流れに出てくるんじゃないかと思うんですけども、今のところこういった決着つかずということで、見えてるのはレンジですからね、僕は事実を元にトレードしていくことになりますから、ということはブレイクの期待はしないでおこうかなと。ただ現在地レンジの高値圏、ショートをしていくのも悪くないと思いますけども、流れは上を向いてます。逆張りということになりますから、そうなると考え方としては押し目待ちになってきますかね。抜けたら投げちゃえと、割り切るんならレンジが見えてますから、上から売るのも悪くはないとは思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ても壁ははっきり見てますよね。このあたり94円の30とか、そのあたりしっかり壁が見えています。ただそれを言うんであれば、この下の方も切り上げてる流れがありますから、上は硬い、下も硬いということで、これ三角持ち合いみたいな形も少し見えてるんですかね。僕はあまりこういった舐めラインって引かない、引き方にもセンス出てきそうでね、僕はもうそういったセンスないのであまり引かないんですけども、ただ底堅い動きと、ただ上値が重い形と、両方が見えてると思います。今のところこう決着がついてるようには見えないですから、ここまで先まで来てしまったんであれば、もう決着を待ってからトレードしてもいいのかなというふうに思いますけども、どうでしょうかね。ただ目線としては高値更新、それを意識して買い場を探っていこうかとは思います。はい、ということで、昨日はちょっと動きがなさすぎましたね。ということで、改めて今日から、アメリカも戻ってきますんで、値動きを追っていきたいところです。そんな中で、ドルがちょっと方向がない、ドルを中心に考えてしまうと、こう動かない相場を見てしまうことになりそうで難しいと思うんですよね。ですから弱い円、先週弱かったですから、この弱い円というのを今週も、改めて見ていこうかと思っています。となると、黒線というのは上昇圧力、これが強くかかることになりますから、黒線のロングをまずは第一に考えてみていこうかと。そうなるともうポイントはユーロ円になってくるんじゃないかと思うんですね。一番いい流れになってると思います。もちろん目線ロング、今日も高値更新を意識して、買い場を探っていくということになりそうですね。あとは5ドル円もレンジからまだ抜けてないですからね、そうなるとレンジの高値、少し難しい場面ではあるんですけども、抜けてくればといった位置でもありますから、引き続き買い場を探っていこうかと思います。ただちょっと難しいと思いますけどね。ひとまずこの黒線の動向を見ながら、ドルに動きが出てくればもちろんこれはドルも中心見たいと思いますけども、これも結果を見てみないと何とも言えない部分があります。
先週で一通りの重要発表というのはもう過ぎましたから、これを受けてトレンドは出てくるんじゃないかと思ってはいるんですけどもね、どうなりますか。このあたりは改めて見てから判断はしていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼ってますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。